日産のこちら CK482 タイプのトレーラーになります。タイヤは全て上クラスになると思います。夢があります。スタッドレスタイヤ、こちらが 11R22.5 の16フライになってます。してますので、はい、ステップもこちらちょっとこちら落ちてますけども、まあ十分登れますので、パワーウィンドウつきます。まあ、シート切れありますので、はい、あとこちら、見えますかね、飛び石がちょっとここございます。割と大きめですが、あと少しずつこちらの方にも飛び石が少しありますので、ちっちゃいんですけども、ちょっと今前走行距離が見えたんですけども、今ちょっと走行距離がちょっと見えない状態です。もう一回りしてるかもしれません。エアコンは一応これオートで、つくんですが、はい、よく効きません。ちょっと多分効かないと思っていただければよろしいかと思います。はい、先ほど申しました PTO こちらついてますので、はい、それで PTO 使うときはこちらになります。
はい、マニュアルのこちら7速になります。はい、じゃあエアサスのこちらスイッチになりますので、はい、じゃあエアサスを入れます。はい、ランプ点灯いたしました。こちらエアーとヘッドブレーキのブレーキになります。こちらリモコンがついてますので、はい、ではちょっと上げてみたいと思います。着用してちょっと上げます。はい、ちょっと見えますかね、中から。はい、まあ今ちょっとこれが上がった状態になりますので、こちらが一番高い状態ですね。こちらでちょっと一旦下げます。ではこちら下がった状態になりますので、ご確認できたかと思います。ではこちら日産ディーゼルの、CK482 の、こちら終了、撮影終了します。でこれは車両としての販売ではなく、パーツとしての販売になりますので、キャビンとエンジン、ミッション、フロントアクセル、レアアクセルとで解体させてもらいましての販売になります。よろしくお願いします。では失礼します。